ピエゾさんがね、先ほど、もうガンガン、演奏してくれましたけども、まあ、マニアックな話だったな、まあ、フラットピッキングスタイルっていうんですかね、僕はもう何も指につけない、爪だけで弾く、まあ、フィンガーピッキングスタイルっていうんですけれども、まあ、僕もギター始めた頃はね、日本のフォークソングがね、もうすごい好きで、まあそうですね、最初はさだまさしとかその辺も聴いてましたね。元気でいるか、街に流れたか、最近なんかね、ライブで癖になってね、頼まれてもいないで歌えるようになってしまいましたね。まあ、いや、お父さんがいたからね、ちょっとどうかなと思って。そんなことしまうんですよね。いや、何かおそばすの。いや、こういうのはね、好きでもうずっとやってましたね。で、その後ですね、まあ、19歳の頃ですかね、まあ、その当時ね、日本製紙というね、千歳鶴という作品を作ってる、それも3年に勤めてたんですけど、19歳の頃、まあ、先輩でね、音楽好きの人だって、これ聴けって言われて、2枚レコード忘れて、ジャンゴ・ラインハルトとね、ジプシー・ギタリストと会ったのが、ドッグ・ワトソンとね、おととしですかね、亡くなってしまいましたけど、まあ、素晴らしいカントリーのシンガーが、その人にハマってしまいましたね。まあ、フラットピッキングも、まあ、フィンガーピッキングもすごくて、フラットピッキングもね、僕練習したんですけど、まあ、そっちの方はね、もう全然上達しなくて、結局まあね、フィンガーピッキングなので、で、ドッグのギターっていうね、まあ、インスタの短い曲なんですけども、すごい夢中になって聴きましたね。これ久しぶりにね、ちょっとね、ピエゾさんとね、一緒にやるということで、まあ、ちょっとやってみようかなと思って、ドッグのギターっていう曲をね、聴いてください。大体はオリジナルをね、中心にしてライブをやってるんですけども、去年あたりから、まあ、カバーをね、ちょっと取り入れようということで、まあ、ぼちぼちカバーに、ね、編曲する、作業をしてるんですけども、気が付いてみればね、日本の曲ばっかりやってるっていう、洋楽も嫌いじゃないんですけどね、なんでしょう、しかもね、日本の曲で誰も、もうソロギターでやってないのが今の YouTube ってありますからね。でこの曲誰かがソロギターやってるかなんてちょっとね、参考にしようなんて僕がやろうとするからね、もう誰もやってほとんどね、やってても一人とかの、なんでしょうね、まあなんでしょう、ギターに直しやすい曲ってのあるんですね、僕ね、確かに、ギターってのは制約のいい楽器ですからね、もう絶対届かないところがありますから、でね、編曲しやすい、まあ、皆さん、編曲再生曲を、ギターに編曲してるんだと思うんですけども、まあ、僕はね、同じことを人と同じことをやってちゃね、これは生き残っていけないだっていうんで、もう誰も YouTube で誰もやってない曲ばっかりほとんど、アレンジしてました。
まあ、その時学習をね、作ってドカーンと大儲けで人生生活ってご苦労なんですね、まあ、そんなわけ で一番最近あの、あれにしまして、あのジュジュっていうね、素晴らしい、あの内田真君にすごいそっくりな、素晴らしいと思うんですけどね、歌手がありまして、最初はね、どうせ J-POP かなと思ってたんですけど、ね、すごい素晴らしい、歌うまくて、であの奇跡を望むならっていう曲をね、あのジュジュさんも結構苦労したみたいでね、もうこの奇跡を望むならって、この曲が売れなかったらもうちょっとしばらくダメだろうっていう、そういう起死回生の曲だったらしいんですけど、 PV もね、ハンドカーの、まあ、編集作業する、編曲作業するときにあのこう YouTube をね、こうなんかこう止めたりね、戻したりなんかして、だから PV がまた結構これ流せるんですね、まあ、機会があれば、一度、見ていただきたいなと思うんですけれども、じゃあその、ジュジュの、奇跡を望むならという曲を、演奏してみたいと思います。
Thank you.